これからクロマジについてお話しします。クロマジの特徴なんですが、まず大きさで言いますと、大木にはならない傾向が強いです。大きくなっても3、4メートルぐらいですかね。で、花なんですけども、5月ぐらいに、黄色い花を咲かせます。でまた、このクロマジという木はですね、高級な楊枝の原料となってまして、よくお寿司屋さんに行くとですね、高級な楊枝を扱っていることが多くて、そうです、一本一本こう、割り箸のように楊枝が、刺してあって、一本ずつこう使えるようになっているんですけども、特徴としてはそのやっぱり肌がその木の樹皮ですか、黒い、のが特徴なので、その皮を生かしたその楊枝が作られているんですよ。でとても香りも良くて、そうですね、高級な楊枝としてクロマジは有名です。剪定のポイントなんですが、通常、自然な樹形がとても綺麗な木なので、あまりこう思い切った剪定は必要としない木です。でどうしてもこう枝が混んできたりとかして、あとは樹形が乱れた時に剪定をして、形を整える程度で、あまりこうそうですね、バッサリ切ったりするその人工的な剪定っていうのは、好ましくありません。料金としてはですね、2メートルで、3000円からとなります。